あるなし問題。硬い頭をほぐす楽しい脳トレが全部で7問、おまけ問題付きです。では始めましょう。第1問。ある方に共通することは何でしょう。正解は、ある方は回文になっているでした。ある方は反対から読んでも同じ読みになっています。開花、奇跡、色白い、代打、今朝の酒となります。第2問。ある方に共通することは何ですか。正解は、ある方は黄色いでした。ある方は白いチーズのような例外的なものはありますが、一般的にはすべて黄色いです。第3問。ある方に共通することは何でしょう。正解は、ある方は前に密がついて別の語になるでした。語は密語、森は密森、像は密像、鉢は密鉢、網は密網となります。第4問。ある方に共通することは何？
正解は、ある方は色の名前が隠れているでした。キツネは黄色、赤ん坊は赤、後ろは白、チャンスは茶色、フクロウは黒が隠れています。第5問、ある方に共通することは何でしょう。正解は、ある方は後ろにソがついて別の語になるでした。白身は白味噌、シはシソ、ヨウはヨウソ、オオウはオオウソ、キョウはキョウソとなります。第6問、ある方に共通することは何ですか。正解は、ある方は語尾が上からあいうえおになっているでした。上からドアのあ、不在のい、希望のう、駅前のえ、カツオのおでした。第7問、最後の問題です。ある方に共通することは何でしょう。正解は、ある方は後ろに貝がついて別の語になるでした。生徒は生徒会、国は国会、誕生は誕生会、運動は運動会、面は面会となります。